やー、アクセラレーター、今日のドライブ楽しいね。あ、ちょっとここ左折するね。悪いが、こっから先は一方通行だ。左折っつってんだろ。それじゃあ百花竜乱歩やっていこうかなと思うんですけど、今回使うのはこいつですね。アクセラレーター使っていこうかなと思います。こいつのスキルが12ターンで言ってまして、悪いがこっから先は一方通行だ。一旦の間受けるダメージは無効か、属性吸収とダメージ吸収は無効か、ダメージ無効貫通と一方通行すぎる。でね、編成はこんな感じで、フレンドの方にこの黒飛びをねお借りしていこうかなと思います。でこのアクセラレーターが降臨キャラなのに、これ10コンボ強化超覚醒組めて5つあると、もう筋肉モリモリすぎる。すごいモリモリじゃん。でこいつのリーダースキルがですね、学園都市最強のレベル5、闇の2コンボ以上で攻撃が25倍、3コンボ以上で40倍、水闇の同時攻撃でダメージ受け5コンボ加算ということで、このね、なんかいつものこれ黒飛びとかカリンドラゴンとかグランエルブ、このあたりとすごい相性いいんで、今回こんな感じでやっていこうかなと思います。それでやっていきましょう。さあやっと来ましたね、この時が。このね、ちょっとでも火力出したかったんで、この聴覚性は臭いも、この火力モリモリシェアとでやっていこうかなと思いますよ。で、まずこいつ使います。これ裏溜まっちゃってるんで使います。こっから先は一方通行だ。いや、マジかっこいいね。これちょうどあれが足りるようになってます、スキル。これ使って、で、これ使います。OK、いいよ。で、黒飛びこの後使って、いいよ。でこれ使います。でグランエルブと、これでちょうどジャスト溜まるようになっております。オッケー、さあやっていこうか。いやね、もうこいつを、いやもう使うのがもうずっと楽しみでした。いやマジ楽しみだったんですよね。これこっちでいこうか。オッケー、さあこれ闇のね2コンボ以上しなきゃいけないんで、このアクセラレーターが、これでアクセラレーターの火力ご覧ください。もうすごい筋肉モリモリなんじゃない。モリモリすぎるね。すごい筋肉モリモリ、すごい。で今日ね、このアクセラレーターマジ使いたいって言ったじゃないですか。いやもうマジ楽しみ。なんでこんな楽しみがあったかっていうと、僕この電撃文庫のキャラクターで一番アクセラレーターが好きなんですよ。だからもう実装されるときね、もう最強の性能でアクセラレーター来ねえかなと思って、もうガチャキャラで最強で、なんかもうそういうなんかもう全てを蹂躙するみたいな、そういう性能で来いと思ったら、しっかり降臨キャラ、しっかり強輪キャラでした。ね、強輪キャラって言ってたけど、まあね、確かに一番敵といえばアクセラレーターがね、あんま他の作品見てないからわからないんですけど、アクセラレーターってめちゃめちゃね敵キャラなんで、まあ味方でもあるんですけど、まあ敵キャラといえばアクセラレーターがあるんで、まあそこでやられたのかなみたいな。でもね、ちょっと最強で、まあとあるシリーズの圧倒的最強なんで、ちょっとそこを再現してほしかったかはあるけど、まあこいつ使いますね。いいね。今日ね、そのあったじゃないです、今日なんていうの、最初のさ、なんだっけ、一方通行すぎるみたいなこと言ってたじゃないですか、前半で。あれね、テイク20ぐらいやったぞ。やりすぎだろ。もうね、なんかあれと思って、なんか声のチューニング合わないみたいな、そんな感じで何回も繰り返してまた、ちょっと声優ぶってごめんね。めちゃめちゃ声優ぶってました。今日さ、めちゃめちゃお腹痛くて、ちょっと前にね、ベリベリうんこ、もう爆裂うんこしてきたんですけど、なんかすごい溜まってる。怖い。待って、なんかめっちゃ溜まってる。あ、でも大丈夫だ、これまず使って、あー、これヘイストまみれだ、すごいヘイスト。これ使います。でからの黒飛び、でこれも使う、でこれ使う、でカリドラ無効貫通で、もう一回使う、でこれと、歌うよ、すごい、めちゃめちゃすごいね。でこれめちゃめちゃあれやりづらくて、どうしよう、すごい水が多すぎる、すごいウォーター、ミネラルすぎる、富士山かよマジで。すごい回復多すぎるんですけど、皆さんこうか、こうなのか。まあこれが多分最前線、最前線ではない、最前線なんか一番前で頑張る人みたいな感じですよね。いや違う、 OK、 さあこれでいいんじゃない。なんかこのパーティーめちゃめちゃね、全員が火力出るから使ってて気持ちよすぎるぜ。 OK でね、なんか今日なんかね、ツイッターで面白いことないかなと思って調べてたんですよ。そしたらなんかニュースのなんか、ニュースってあれね、アイドルじゃなくて普通のニュースね、ライブドアニュースっていうツイッターのアカウントがなんか減らされてる。相手5ターンだ、セーフ。これ貯めます。なんかオードリー春日さんいるじゃないですか、トゥースで有名な、その方がね、台湾国の台湾でトゥース禁止らしくて、え、なんでと思って、トゥースめちゃめちゃ面白いのにと思ったら、台湾語でトゥースってチヘドを吐いて死ねって意味らしい。やばすぎるだろ、怖すぎる。え、いつもさ日本で
トゥースとか言ってんの。あ、地ヘド吐いて死ねって言ってたの。お前芸人なのにヤバすぎんだろ。まあね、そんなこと考えずに多分言ってるとは思うんですけど、びっくりしたわ、そんなこと聞いて。これ使います。怖いな、これ倒せますね。これなんかギリギリ、すごいギリギリでね、生きていきたいからみたいな、そういうカトゥーン感すごいんですけど、大丈夫かなこれ。闇で、これいいか。ちょっと水もう一個組みたかったけど、まあ頑張りは組めたけど、ちょっと頑張りませんでした。頑張りませんでしたと。 OK。 さあどれぐらい削れます。これ結構削んないと。すごい削る、すごい削ったね。勢いすごかったけど。で、そのトゥース脇石なんですけど、トゥースだったらいいらしくて、あのトゥースに、あのトゥースってこう区切るじゃないですか、プシって。それトゥースーってやったらいいらしくて、なんでかというと、トゥースーにしたら食パンって意味になるらしいですよ。変わるの、そんだけで。トゥースだったら地平道を吐いて死ねで、トゥースーになった瞬間食パンになるの。急にメルヘンすぎるだろ。急に可愛いじゃん。急にイースト菌が歪造してきたんだけど。歪造って何？オッケー、これ使って、よし、これでコンボ組んでいこうか。なんかね、あと今日なんかね、 TikTok 見てたんですよ。あ、これ闇の2コンボできねえや。そうですね、闇の2コンボできないから、ワンチャンこれ、あのそこに闇降ってくんの、街で。これ闇のね、あれないと。まあ軽減は晴れてるんですけど、あれがね、倍率が出ないんですよ、アクセラレーターの。ただ倍率出すぎだろ。え、出てました闇。僕闇2個組んでた。僕のね、サブリミナル効果みたいな感じで、もしかして気づいたら片思いみたいな感じで組んでました。わかんない、覚えてない。あ、ダブルミズね、ダブルミズ。なんでここでいいか。よし、いいよ、ここで組んで。闇2つあると。 OK。 さあこれで殴らせていただこうか。で、そう TikTok 見てたんですよ。そしたらなんか、あの隣人がうるさすぎるので歌で対抗してみたっていう、なんか謎すぎる動画が回ってきて、え、何と思って。そんな臨時うるさいとはいえどね、どんな感じなのかなと思って開いたら、これマジ完全再現します。これ完全再現ですよ。僕の頭がおかしいわけではないです。僕の頭おかしいわけじゃないんですけど、どんな感じかっていうと、歌うよ。動画が始まった瞬間に隣人がうわー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 って言ってんですよね。もう怖すぎんだろ。で、これでさ、歌で対抗してみただから、なんかそれになんか、あのスイッチの奏でっていう曲で対抗してみたいな、そんな感じのね、あのカオスすぎる動画が回ってきたんですよ。これ使おう。いや、これもう一旦食べとく。あ、まあ一旦使っちゃいました。なんですけど、これね、マジ面白いポイントとして、これね、あの奏で、そのなんていうの、その動画主の人がこの奏で歌ってる間はこれ叫ばないんだよね。なんか歌聞いてる時だけすごい静かで聞いてくれるの、この人。それがマジで面白い。で、しかもなんかコメント欄でなんか見たんですけど、なんかそのうわーうわーっていうその隣人の声が、なんかあの羊のショーンの牧場主の声にしか聞こえないっていうコメントを見て、もう笑いが止まらん。マジ面白すぎる。で、これ使います。あれマジ面白すぎたな。しかもさ、なんかそのうわーうわーって言ってるって言ったじゃないですか。で、その歌をね、聞いてる間は静かになるって言ったじゃないですか。で、歌聞き終わったらまたうわーみたいな感じになって、うるせんだよーみたいなこと急に言い出して、それも面白かったわ。そんなね、お前の方がうるさいねみたいな、そんな感じでね、めちゃめちゃ面白すぎて、あのちょっとね、小1時間見てた。嘘です。さあ小1時間もは見てない。これで倒せるかな。いや、いい火力だね、めちゃめちゃいい。すごい。あ、もうボスまで来たと。アクセラレーターがあと9だ。 OK。 さあ最後アクセラレーター使って倒したいな、これね。このダブル吸収とあれらピカ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 みたいな感じのやつ。アイテムこうだけ、オンリーワンベスト。いや、悪性すぎて。これ使って、このパーティーのいいところがね、これ覚醒無効のところもこれ火力枠にできるんですよ。なぜかっていうと、これ HP 倍率が一切ないんですよね。これ両方激減系なんで、それだからなんか他のことに気を使わなくていいみたいな、そんな感じで。闇か、闇、ここが闇ね。ん？組めてないな多分。おー、こんなんでいいか。よっしゃ、これで闇が2つ組めてます。 OK。 さあこれどれぐらいいくかな。これ結構いってほしいんだけど、僕の気持ち的に。 OK。 まあ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 、まあ、それなりに、それなりに言ってました。 OK。 さあゲップで遊ぼう。相手吸収、じゃあこうグランエルブ使うか。グランエルブ使って、で黒飛び、切り捨てていただいて、これも超火力ですよね。両玉、あの上限解放したんで、闇、これが水か。
水で待って、これ下手すぎる、これ下手すぎ、やばいっす、これマジやばいっす。ここでいいか、オッケー。さあ、危ねえ、めちゃめちゃ危なかった。で、なんか、あ、意外と回復のなんか誰かあれ持ってるわ。誰、こいつだ、黒飛びフレンドの方が持ってました。しかもちょっと回復力若干怪しかったし、危ねえ。オッケー、さあ、これが一方通行が一旦の間なんですよね。うわー、最後これアクセラレーターで決めたいっていうあれあったんですけど、これ使わないと厳しいな。そうですよね、絶対めちゃめちゃ吸収されると思うんで、あー、ここしかないか。ちょっとあんまり格好つけれないけど、アクセラレーター使います。いきます。こっから先は一方通行だ。かっこいい、めっちゃかっこいいじゃん。これ使います。で、これでね、アクセラレーターの無効貫通は上書きしちゃったんですけど、まあ吸収がねあれだったみたいな、そんな感じで、闇が、あ、闇めっちゃあるやん。え、すごい闇ある、ありがとう。で、これが闇、あ、これが水か。あとはじゃあここが見えてるのが闇だと思って組みます。いいね。さあ、うん、こうなんで、うわー、あそこ水ずれてたけど、まあ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 、まあ、全然いいんじゃない。いいよ、思ったより回復力だが乏しくて怖い。大丈夫かしら。いやー、最悪すぎ。ダメージは効かないと。これが一方通行。オッケー、さあ、うわー、これ吸収がね、これグランエルブが溜まってないんで、これどうしよっかな。闇あります、闇ない、全然ないわ。これ使うわ、これ使って切って、これワンチャン、これワンチャン、これ闇で最後削るみたいなことできないですか。それちょっとかけてみていい、ワンチャン死ぬけど。いやでも闇ないのか、うわー、闇ねえわ、ないか、ないね、ないんで諦めます。回復だけはちゃんとしとこうか、次倒せるんで多分。オッケー、まあこんなんでいいでしょう。オッケー、さあ、これ最後闇でちょっとだけ削ってほしい感はすごいあります。そもそも倍率が全然出てません。オッケー、さあ来たわ、これようやく倒せますよ皆さん。でこれ最後使っちゃうか、これも、これ使います。でこれ使います。待って、闇が2セットなかったら終わりじゃない。面白くなってまいりましたと。これ無理だわ無理だわ、ちゃんと見てからやるべきでした。やばすぎ。闇が全然ない。ここで組んで、うわーマジかよ、これ闇のワンチャン落ち込ん、待っていい、ワンチャンに落ち込ん来てくれ。全力で、よっしゃ、闇の落ち込ん来てくれ、頼む、僕の生活費全部あげるから来て。生活費を失っただけです、倒せるんかい。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。